僕は時間の死んだ町で生まれた。この町には過去の記憶がひっそりと優しく息づいている。ここには過去に生きた者たちを慈しむ人がいる。骨めずる姫君がいる。さあ、謎を解こうじゃないか。すぐ先の海岸で男女の心中遺体が上がったんですよ。ほう。で、なぜ心中と分かった？それは、お互いの手を結び合った状態で見つかれば一目瞭然ですよ。君、ちょっと遺体を見せてください。いい加減にしろ！好き勝手しやがって！これは心中を偽装した殺人事件だ。素人に何が分かるもんか。もう、どうしていつも桜木さんはこうなんですか？言っただろ。骨は尋ねれば雄弁に語ってくれると。桜子さんの足元には死体が埋まっている。ブルーレイ&DVD 12月25日発売。この出来事の骨が知りたいんだ、少年。桜子さんの足元には死体が埋まっている。第8巻始まりの音、9月25日発売。